はい、どうもチャタルです。今日はですね、3月もいよいよ終わりということで、3月のベストワイですね、今月買ってよかったものを、5つと、プラスアルファの番外編ということでね、紹介していこうと思います。ということで3月ですね、新生活シーズンももう終盤ということで、いよいよ4月に入るともう新生活がスタートするっていう、ね、人も、ね、結構たくさんいると思います。そういった中で、使えそうなガジェットとかもですね、いくつか入ってますので参考にしていただければと思います。それでは行きましょう。はい、ということで3月のベストバイ第5位ということで、こちらですね。はい、ちょっとねケーブルが出てきたんですけども、これ今月購入したケーブルですね。ちょいちょいですね、うちのチャンネルでも紹介してるメーカーですね、マクドードっていうねメーカーなんですよね。こちらの、こちらはですね USB-C からマグセーフ3への、ケーブルになっております。で、こちらはですね、メーカー名なんて読むのか本当に分かんなくてですね、MC ドゥドゥとか MC ドードとかですね、いろんな読み方が、ね、ありそうなんですけども、調べてみたところ、おそらくマクドードがですね、正しいんじゃないかなと思います。もし違ってたらちょっと申し訳ないんですけども、そういうメーカーのケーブルです。このメーカーは結構コスパが高くて、で品質も結構高いですね、こういったケーブルとか充電器とか、そういったものをですね、販売しているメーカーで、Amazon でも結構よく見かけると思います。で今回はこちらのケーブル買いました。まず片方が USB の Type-C になってます。もう片方がこれマグセーフになってるんですね。マグセーフ3ですね。なのでちょっと MacBook をこう出しますが、ここですよ、つまり、はい、マグネットで、気軽にこう装着して、充電することができるようになっています。で実際にちょっと充電の方をしてみますね。はい、今充電が入りまして、でこちらのケーブルがですね、この 140W の充電にも対応してるんですね。つまり今これ使ってるのはね、 MacBook Pro の14インチなんですけども、 MacBook Pro 16インチの最高出力 140W で充電することもできるケーブルになってます。なので純正ケーブルとですね同じ感覚でまず使えるんですね。じゃあもう純正のケーブル使えばいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですが、このケーブル実は先端これ取り外せるようになってます。なので必要があるときはこの先端にこのアダプターをこう装着してマグセーフ充電できるようにすることもできるし、そうじゃないとき、必要ないときは外しておけば普通にこれ Type-C to Type-C のケーブルとして使えるんですね。しかも充電に関しては最高でこれ 240W まで対応しているケーブルになっています。要はですね、こちら 2-in-1 のケーブルということですね。なのでこう出張とか行くときに MacBook とかを持っていくときですね、これ1本あれば MacBook Pro 充電できるし、 MacBook Pro 使ってないときはこれ外してあげて、スマホとか、カメラとか他のデバイスをですね充電するときも使えるんですね。一石二鳥のケーブルになっております。ナイロン素材で質感もいいですし、結構頑丈なものになってますし、ケーブル固定のストラップもですねついてますので、結構長さあるんですよ。なので必要な長さだけ出してあげて、そんな長さいらないなっていう時は、こんな感じでストラップの方ですね、止めておくこともできますので、結構利便性高いと思います。で、MacBook Pro とかで使う時に充電はですね、このマグセーフのところか USB Type-C でも充電できるんですけども、マグセーフを充電にね割り当てることで USB-C の端子ですね、こちらを開けることができるので、他のデバイスの接続性を高めることができるんですね。なので普段ですね、自宅ではそんなに使うことないと思ってますが、出張先とかで使うことが増えそうだなと思ってこれ購入しました。こちらはですね、Amazon の方で、今見てる限りおそらくタイムセールになってまして、2719円になっております。はい、ということで今月のベストバイ第4位ということで、こちらでございます。こちら先日ですね、購入レビュー出しましたが、アンカーのパワーバンクですね。こちらですね、充電器兼モバイルバッテリーの製品になってます。なんで二刀流の使い方ができますよっていう製品ですね。でこのぐらいの感じで手のひらサイズのサイズになってまして、バッテリーの容量は 5000mAh なので、もう一機欲しいかなっていう気もするんですけども、スマホ充電をカバーするくらいであれば、必要十分かなっていうところですね。で出力に関しては、モバイルバッテリーとして使うときは 22.5W。で、充電器として使うときですね、こちら。プラグが内蔵されてますので、こちらを接続して充電器として使うときは最大 30W 出力になってますというところです。そんな感じで使い分けが可能。で、さらにこちらにケーブルも内蔵されていまして、
まあ、USB-C ケーブルですね、こちらを使った充電も可能です。こちらの内蔵ケーブルを使って充電が可能になっているので、ケーブルをですね別途持ち運ばなくても、使えてしまうっていう、ね、非常に便利な、製品になってます。でさらにこのバッテリーの残量表示もできますので、どのくらい残りバッテリーあるのかっていうのも、こちらで確認することができるっていう製品ですね。こちら購入してですね、すでに持ち運んでるんですけども、まあ結構便利かなと思ってます。で、まあ弱点もね、多少ありまして、パススルー充電できるんですけども、パススルー充電するときは、先に接続されているデバイスの充電が完了してから本体が充電されますので、ちょっとタイムラグがありますっていうところですね。で普段自宅で一箇所固定で使うバッテリーとして使いつつも、出かけるときに取り外してモバイルバッテリーとして使うっていうときは、まあ、ほぼね、100% からスタートできるんじゃないかなと思います。で、あとですね、結構コメントでね来てたのは、まあ、ケーブル内蔵がですね逆にちょっと気になるっていう方も多いみたいで、要はですねここのケーブルの部分ですね、ここが脱着、まあ、できないですね、まあ、内蔵されちゃってるんですよ。なのでこのケーブル断線したらどうなるのっていう人が結構多かったですね。なので、まあ、理想としてはここね脱着できる形でこの構造にしておく、でもし断線したら交換できるみたいな仕様にしておくと、まあ、そういった意見も減るのかなっていう印象を受けました。ただまあ普通に使ってる分にはそんなに頻繁に断線してしまうようなことはないようにおそらく作られてるんじゃないかなっていうふうにはちょっと期待はしてます。であとまあここにタイプ C の端子があるので、ここにまあ普通にケーブルを接続して使うこともできます。いずれにしてもですね、全機能がこの一つのデバイスにまとまっているので、これだけバックパックとかに入れておけばもうすぐに確実に使えるモバイルバッテリーとして使えますので、持ち運ぶ頻度とかね高くなりそうだなっていうふうに思ってます。こちらが5990円でこれ Amazon で購入しております。はい、続きまして今月のベストバイですね、第3位ということで、こちらでございます。こちらがですね Apple のホームポットですね、こちらを今月ですね2台購入してですねレビューしました。で、Apple のホームポットはですねちょうど1年ぐらい前にですね、発売になった、要は第2世代のホームポットになります。ホームポットシリーズにはホームポットミニと、まあ、今回購入した、ちょっと大きめのホームポットがあります。その大きめの方を今回ですね2台購入しました。でホームポットは1台で運用して普通にスマートスピーカーとしてですね使ったりとか、まあ、1台でも結構音質いいんですけども、2台接続することで要はステレオペアリング的にですね2台を使った再生が可能になります。でこれによってですね結構部屋中が満たされるような臨場感がめちゃくちゃある再生が可能になってきます。でしかもこの大きい方のホームポットはですねドルビーアトモスですね、空間オーディオに対応しているので、まあその対応コンテンツをですね見た時の迫力がまあ半端ないですよね。でこの迫力を考えると、あの逆にあの1台ですねこれ44,800円なんですけども、これって結構コスパがいいんじゃないかっていう風に感じるぐらい結構音すごいんですよね。あの特に映画とかを見るときですね。なんでうちはですねこのプロジェクターで映画ねちょいちょい見るんですけども、プロジェクターで映画見る時のスピーカーとしてですね最近使ってるんですけど、満足度めっちゃ高いです。 Apple TV を接続すると、あの基本的にこのホームポットと Apple TV とか、ホームポットとプロジェクターとかテレビっていうのは特にケーブルをつなぐ必要がないんですよ。でまあ、要は電源だけ取れば使えるので配置の自由度も高いんですよね。なのでサウンドバーとか置く位置がちょっとないなっていう場合でもこのホームポットはね置きやすいです。まあ、Apple TV があれば、テレビの音を再生したりとか、まあ、ゲームの音を再生したりとかですね、まあ、普通にこの Apple TV の中のコンテンツだけではなくて、まあ、普通に接続しているテレビ側のね、コンテンツとか再生する機能もね、入ってますので、まあ、リビングで使うスピーカーとして、活用するっていうのもね、一つの手としてありかなと思います。サウンドバーとサブウーファーを置いたりとか、リアスピーカーを置いたりとかですね、まあ、本格的なね、このシステムをですね、組むのもね、すごくいいんですけども、気軽な環境なんだけども、割と本格的なね、サウンドを楽しめるところがこのホームポットの魅力かなと思ってます。ということで、第3位がですねこちらアップルのホームポットになります。詳細に関してはですねレビュー動画出してますのでチェックしてみてください。はい、ということで3月のベストバイ第2位ですね、こちらでございます。スマホが入ってきました。今回ですね、Xiaomi 14 Ultra っていうですね、スマホを、こちらをですね、今月購入しました。マメコモバイルさんの方でね、購入した海外端末になってます。香港版です。で、なんでこれを購入したのかっていうと、まずカメラがえぐいっていうところ。めちゃくちゃ強力なカメラが入っている。で、さらに海外版なんですけども、技的が通ってますので、まあ日本国内で普通にそのまま使って OK の端末になってます。通信可能な端末ですね。ま
ので一応ですね、今指紋を入れて使ってるんですけども、場合によってはですね、普段使いのメインにすらなりうるんじゃないかっていうね、感じで思ってますね。 SoC がスナップドラゴン8 Gen 3、 今年のハイエンド性能が入っている。で、 RAM が 16GB で、 ROM がですね 512GB 入ってます。めちゃくちゃ容量でかいですね。で、カメラに関してはですね、こちら4つカメラが入ってます。超広角、広角、 3.2 倍、5倍っていうですね、形でリアカメラが4つ付いてます。で、そのいずれもですね、50メガピクセルです。解像度が高いんですね。なんでクロップ耐性も高いし、2倍にして46ミリで撮ったりとか、50ミリで撮ったりとかしても劣化をほぼ感じない撮影ができるんですよね。なんで焦点距離の汎用性、幅が非常に高いっていうところと、 3.2 倍はですね、10センチの距離で撮影できるので、要は最短撮影距離がね、すごく短いんですよ。なので、要はテレマクロですね、望遠を使って小さいものを大きく写すっていうことに結構長けてます。そこも結構表現の幅が広がるポイントで、めっちゃ気に入ってるところですね。5倍望遠でも30センチの距離で撮影できますので、結構お花をですね、拡大して撮ったりとか、そういったこともできるスマホになってます。で、さらにこのライカのロゴ入ってますけども、ライカのカメラが入ってますので、色味に関してもね、かなりいいんですよね。白と黒の明暗差がですね、割とはっきり出るタイプの色味になってますので、スマホっぽくですね、全体的にブワッと明るく出る感じの色味じゃないっていうところも、結構使っていて、この独自性を感じるところかなと思ってます。で、色味に関しては写真のところでですね、ライカバイブラントっていうもの、これがですね、普通のスマホっぽい写りをする。で、ライカオーセンティックっていうのが、ライカっぽく映るっていう感じのね、色味になってます。で、ポートレートモードもめちゃくちゃ優秀で、スマホが苦手なですね、コップにストローが入っているところで、ストローのボケがですね、結構ね、滲んじゃったりするスマホ多いんですけど、そちらに関してもですね、こんな感じですね。超自然にですね、このストローを残して背景をぼかすみたいな撮影ができてます。なので、AI 処理とかですね、そういったところもかなり優秀なんじゃないかなと思います。で、フォトグラフィーキットについてくるカメラグリップを装着すると、こんな感じで上にね、シャッターボタンがついたりしますので、こちらを使って、シャッターを、切ることができます。シャッター半押しでフォーカスを合わせて、深く押し込むことで撮影することができるので、本当この辺の操作感がですね、まんまカメラなんですよね。で、ダイヤルもついていてですね、露出の調整ができたりとか、ズームレバーもついていて、ズームの調整もできたりとかします。非常に使いやすいと思います。かなり尖ったスマホかつ、海外版っていうところもあるんですけども、相当ロマンを感じるですね、スマホになっていて、今気に入ってね、使っております。ということで、今月のベストバイ第2位が、こちら、Xiaomi 14 Ultra でした。はい、ということで、今月のベストバイ第1位ですね、紹介していくのがこちらです。はい、これレビュー動画ですね、上げたんですけども、Dell の40インチウルトラワイドモニターの最新モデルということで、Dell U4025QW というですね、モニターになっております。こちらをですね、今月購入しまして、ついに約3年越しにメインのモニターが入れ替わりました。前のモデルも同じシリーズで、Dell の U4021QW を使ってました。で、これも3年間ずっとですね、メインで使ってました。どうしてもこのガジェット購入してもですね、メインで使い続ける期間っていうのがやっぱり短くなりがちなんですけども、モニターに関しては結構ね、3年とかですね、メインで使っていて、割と長くですね、使っていたと思います。で、こちらのモニターの特徴はですね、まず40インチっていう非常に大きいサイズであるっていうところ。で、解像度がですね、5K2K っていうね、解像度になってます。5120×2160 っていう解像度になります。普通の 4K のモニターは3840×2160 だと思うんですけども、その2160っていうこの縦の解像度に関しては 4K モニターと一緒なんですけども、同じその解像感を保ちつつ横に伸びているので 5120×2160 になっているというところですね。なので一般的なサイズの 4K モニターよりも情報量が多くなります。特に動画編集とかするときは横に長い情報がですね、必要になってくるので、1画面で表示できる情報量が多くなるので、作業の効率がぐっと良くなります。なので動画編集とかする方にはすごくね、おすすめしたいモデルになってます。で、今回ですね、明るさの自動調整も入りましたので、周囲のこの明るさに合わせてディスプレイの明るさも自動で調整される機能も入りました。これ前なかったです。
で、さらに HDR の表示にも対応してます。そしてですね、リフレッシュレートがですね、今回 120Hz に対応したので、まあ、結構滑らかになったんですね。まあ、なんで 5K、2K 解像度かつ 120Hz のリフレッシュレートに対応ということで、超ロマンのある仕様になってます。ここまでスペック高いモニターですね、なかなかね、現状は他にないんじゃないかなっていうところですね。ちなみにコメントね、Mac でも 120Hz 出るんですかっていうコメントがね、結構来るんですけども、自分が使っているこの MacBook Pro M3 Max モデルですね、こちらで使ってますが、普通に設定からですね、リフレッシュレート 120Hz 選べるようになってまして、まあ、120Hz が出るようになっています。あとはもう使うですね、デバイス側の性能とかにもしかしたらよるところもあるかもしれません。で、あとですね、このサンダーボルト接続で Mac とケーブル1本でつながるんですけども、まあ、それでこの映像の出力と、PC への給電もできるので、Mac はケーブル1本つなげば、まあ、常に給電されている状態で、もう映像出力もできている状態になります。まあ、ケーブル1本で完結します。で、さらにモニターにですね、USB のドッキングステーション機能が入ってます。はい。なので、USB-C の拡張ですね、他のデバイスをですね、モニターにつなげて、モニターにつなげたデバイスがもう直接 Mac の方につながってるっていう状態を作ることができます。なので、まあ、オーディオインターフェースとか、このマイクとか、まあ、そういったデバイスはですね、このモニター側につないでおけば OK ということですね。で、さらに、手前側にもですね、なんと USB-C2 つと USB-A1 つのユニットがですね、出てくるようになってますので、そこに何らかのデバイスを接続して、手前側からですね、使うこともできます。これも超便利。これ前なかった機能ですね。で、自分はですね、最近プログレードの SD カードリーダーですね、すごいコンパクトなタイプ C モデル、こちらを手前に接続しているので、そこにカードを入れてデータをですね、転送して使ってます。はい。なので、現状ですね、今、USB のドッキングステーションですね、カルディジット TS4 っていうね、もの持ってるんですけども、それなしで普通に運用できてしまっております。なので、まあ、USB ドッキングステーションなし運用ができちゃうモニターということです。まあ、価格的にはですね、まあ、やっぱり結構高いモニターになるんですけども、USB のドッキングステーションっていうもの自体もですね、やっぱり結構高いデバイスになってくるので、それがなくていいっていうことも考えて、でさらにこれだけのスペックですよね、作業領域、これを確保できるっていうことを考えると、結構ねありなんじゃないかなっていう感じしますね。特にクリエイターの方とか、この動画編集される方とか、ビジネスユーザーにはぴったりなモデルかなと思います。現在こちらですね、モニターアームの方に接続して、普段の作業場所の方にね設置して使っている状態です。はい、ということで最後ですね、番外編ということで、軽くちょっと紹介するんですけども、最近ですね、このゲームの紹介をですね、月1本ぐらいですね、このベストバイの時にやってるんですよね。で、前はこの龍が如くが面白かったよって話をしたりとか、してるんですけども、3月一番やったゲームはですね、このファイナルファンタジー7リバースですね、こちらを、どっぷりやりました。はい。で、もうクリアしておりますので、まあ、ちょっと感想をですね、軽くネタバレとかなしの範囲で、ちょっとお話しようかなと思います。で、まずファイナルファンタジー7って皆さんやったことありますか？オリジナル版で、自分はオリジナル版ですね、発売当時ですね、多分小学生ぐらいの時ですね、やってるんですけども、めちゃめちゃハマってですね、3週4週ぐらいやったのかな、当時っていう形で、オリジナル版もですね、結構ね、当時からハマっていました。で、オリジナルのファイナルファンタジー7がですね、1997年ですよ。その頃に発売になったゲームです。プレイステーションの1ですね。で、ファイナルファンタジーのシリーズの中でも、トップクラスの人気のタイトルになってるので、まあ、今になってこのリメイクシリーズがね、出てるということですね。で、リメイクプロジェクトっていうのが2020年に始まって、2020年にですね、ファイナルファンタジー7リメイクっていうですね、まあ、シリーズ第1作目が出ました。当時はですね、ファイナルファンタジー7 1本の中でもう最初から最後までストーリー完結してたんですけども、現在のリメイクシリーズはですね、分作になっておりまして、3作で完結するっていう形になるんですね。で、その第1作が2020年に発売されて、それも当時ですね、めちゃめちゃやってですね、何週やったかな、3週やりましたね、合計すると。当時発売した時にまず1週やって、 PS5 版が出た時にですね、もう1週やって、で DLC が出て DLC もやって、で、ここ最近ファイナルファンタジー7リバースが発売する直前に振り返るためにですね、もう一周ですね、リメイクもやって、クリアしたという感じで、めっちゃやってるんですよね。で、いざですね、リバース始めてみてですね、もうめちゃめちゃ感動しましたね、作り込みの凄さにっていうところで、7リメイクはミッドガルっていうですね、まあ、1個の都市の中で繰り広げられる、話だったんですよ。日本でいうとどこだろう、まあ、首都だから、まあ、東京みたいな感じなのかな、その中だけで
で繰り広げられる、話だったのが、今回、まあ、リバースになったことで、そこから外に出てくるんですよね。世界に飛び立てるみたいな感じになって、圧倒的に、まあ、広いですね、世界の中でこの冒険することができるようになってます。まあ、要はですね、オープンワールドのゲームになっていて、まあ、自由度がめっちゃ上がったんですよね。セブンリメイクの時はオープンワールドじゃなくて一本道だったんですけども、まあ、その辺の自由度がですね、かなり上がりました。はい、で、まあ、各都市の作り込みとかもですね、圧倒的に高かったですね。まあ、グラフィックの作り込みとかもすごく綺麗で、PS5 ですら多分処理性能ちょっと追いついてない感じするんですよね、逆に。PS5 の中でこのパフォーマンスモードと画質優先モードっていうのがあって、パフォーマンスモードにすると動作がヌルヌルになるんですよね。フレームレートが上がるんですけども、ちょっと解像感とかですね、画質が落ちるんですよね。だけど画質優先のね、グラフィックモードだったかな、そっちにすると画質はすごく良くなるんだけど、動きがちょっとパラつくっていうね感じで、フレームレートがですね落ちるんですよね。で、まあそのどっちかで遊ぶっていう形になるんですけども、まあ、そういう選択をねしなくてはいけなくて、結構そこが苦しいところでもあるんですけども、自分はですね、ちょっとフレームレートをあえて犠牲にしましてですね、画質優先で遊んでましたけども、まあ、そのあたりは好みによって分かれるのかなっていう感じですね。はい、で、まあキャラクターもすごくですね、魅力あふれてまして、まあ、当時からねキャラクターの人気すごかったんですけども、今回もキャラもねすごく良かったですね、本当に。まあ、当時のオリジナル版にはですねボイスがなかったんですけども、フルボイスになってまして、まあ、声優さんの演技とかもねすごく良くてですね、まあ、ストーリーにしっかりと入り込むことができました。で、戦闘に関してはリメイクがさらにブラッシュアップされた感じで、このアクションと RPG がですねうまく融合されたようなシステムになっていて、かなり爽快感もあって楽しかったですね。で、このメインのストーリーに関してはあくまでこのオリジナルをベースにですね、その流れを組んで進んでいくんですけども、まあ、一個一個のストーリーがですねかなり深掘りされてですね濃密に描かれてるっていうところと、まあ、オリジナル版にはなかったストーリーとかも結構追加されていましてですね、ボリュームがまあすごいえぐいことになってました。自分はですねクリアするのにですね60時間ちょいだったかな、そのぐらいかかってですねクリアしてます。全部コンプリートまではねしてないんですけども、まあ、大体ねできるところはやったかなっていう感じですね。まあ、ちょい残しぐらいで、メインストーリーは一応クリアしてますというところです。世界観とかストーリーの流れっていうのは基本的にはですね、まあ、シリアス路線にはなるんですけども、なんだろう、全体の7割ぐらいはシリアスではなくてですね、結構楽しい雰囲気で進めることができるゲームになってまして、楽しい雰囲気かつロケーションもすごい綺麗なところが多かったりするので、ゲームプレイしていてですねすごいなんかいい気分になるというか、楽しい気分になりつつ、まあ、進めていくことができてですね、のめり込んでいきますし、なんかちょっと旅してる気分になって結構ですね癒される感覚とかもありました。で、あとはですね、ゴールドソーサーのイベントですよね。もうここまで来るとですね、ちょっとやってる人しかね分かんないと思うんですけども、ゴールドソーサーってですねすごい、まあ、遊園地みたいな大きい施設があって、その中でね繰り広げられるイベントがあるんですけども、オリジナル版からもあるんですけども、まあ、好感度を上げていく、まあ、キャラとですねちょっとデートイベントがあったりするんですよね。まあ、そのあたりなんかもですね本当に楽しかったですね。まあ、終盤のストーリー展開とかはですね若干オリジナルと異なるところがあったりとかしまして、ちょっと気になる部分とかもですね、あったんですけども、まあ、全体を見た時の満足度っていうのはもうあって圧倒的に高くてですね、まあ、本当に救えにありがとうっていう感じですね。よくここまでクオリティの高いゲームをですね作ってくれたなっていうところでも感謝したいっていうぐらいですね、すごくねいいゲームになってました。ぜひですねちょっと動画見てる方で、ファイナルファンタジー7リバース遊んだ方いましたら、コメントをください。ネタバレない範囲内でぜひね感想コメントとかいただければ嬉しいなと思ってます。はい、ということで今日こんな感じですね。最後ちょっとゲームに関してちょっと熱く語ってしまったんですけども、こんな感じで3月のベストバイということでまとめてみました。現在はですねゲームに関してはですねライズオブザローニンっていうですね幕末が舞台のですねオープンワールドゲームですね、こちらを始めてまして結構ハマってるって感じですね。で、4月に関しては結構ですねまた新製品がねたくさん出てくると思いますので、まあ、引き続きレビューの方もですね頑張ってやっていこうと思います。はい、ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画良かった高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。